元気ですか？元気があれば何でもできるとは限らない。こんにちは、初めましての方は初めまして、ヒルギと申します。あのですね、私ちょい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 ダンス動画アップしていたんですよ、 YouTube で。けどなんかダンス以外の動画もアップしてわけわかんなくなっちゃったんで、今回新たに新しいダンスチャンネルを作って、これからいろんなものを踊っていきたいなって思って、夏だし、そう夏なんです、夏なんです、ということで今回は3代目 JSOUL BROTHERS の Summer Madness っていうね曲のダンダンダンをもう一回、はい、今回 Summer Madness のですねダンスを踊っていきたいと思います。今回はですね、2つに分けて説明していきたいと思います。まずサビの前の振り付け、そしてサビの方の振り付けですね。サビの前の振り付けをですね、この動画では説明していきたいと思います。よろしくお願いいたします。元気ですか？はい、まずはですね、まずこの曲ってダンスのパートがサビの前とサビとあと間奏ですかねの部分しかないんですよね。はい、ということで今回はですね、あのサビのジェットマンの前のウォーミングアップだと思ってやっていただければと思います。まずサビの前ですね、色彩なんとかその携帯のカメラじゃ撮れねえよっていう歌詞のところからなんですけれども、全部で4-8ありますですけれども、動きはですね、3-8同じです。はい、どんな動きかっていうのをちょっと一回やってみます。5、6、7、8みたいな振り付けになります。最後帽子は落としません。説明をする前に、実はこの振り付けですね、映像、今世に回ってる映像によって振りがちょっと若干違うんですよね。どう違うかというとですね、まず最初、そうだな、じゃあテレビで放映された振りだとこういう振りなんですね。なんか手を叩いてるけれども、全日空の CM では手を透かしてるんですよ。こう交互に透かしてる、こうするのかこうするのか。そしてもっと言うとですね、一番最後、僕はこうしました、僕はこうしました、これは全日空 CM バージョンなんですよ。けれどもテレビ版ではこう右手だとこうなんかこうしてるんですね。ということでこの振り付け、ちょっとなんか解釈に違いがあるということなので、ここだけちょっとお気をつけください。まあ、どっちをやるかはですね、選んでくださいという感じですね。今回ちょっと僕の動画では、まあ、一応どっちもちょっとやっていきたいと思います。じゃあまずですね、僕がやった全日空バージョンどうなってるかというと、まず足を、肩幅よりちょっと広いぐらい開いてください。そして左手を、はい、手のひらを自分の顔に向けるようにですね、してください。で右手はですね、手の甲をじゃあ逆に、この手のひらさんに向けるようにしてください。はい、これでまず1、2、3、4、5、6、7、8という感じです。今手だけやってみました。右手をシュッと下に下ろす、左手はシュッと入れ違いにさせるんですね。こういう感じ、1、2、3、4、5、6で殴る、6で殴って7で敬礼、そして8でこの敬礼を下ろすと同時に左手を胸に、ここはもうすごい軽い動きですね。あんまりこうバッブシッと激しくやる必要はありません。はい、この動きに合わせて左足でリズムを取ります。1、2、3、4、5、6、はい、
で、右足をですね、左足の後ろに踏み込みます。この時今までこうすれ違っていた手が右足の踏み込みと同時に怒りの拳へと姿を変えるのであって、はい、これでカウントでやると1、2、3、4、5、6です。そして7、8で足を戻します。7、8って感じですね。今のが全日空バージョンです。で次テレビバージョンはじゃあどうなってるかというと、テレビバージョンはね、左手同じです。そして右手ここまで同じですけど、叩くんですね。なんかこの左手は動かさない。今はさっきはこう透かしてましたけど、左手も動かさないで叩きに行く。こっちはあんま微動だにしない。右だとこう叩く感じです。いやマジです、これはマジなんです。音楽の日をですね録画してる人は分かると思いますよ。これね、もう動きはさっきと同じ。足は1、2、3、4、5、6で、まあ、この5、6はですね、さっき拳を突き抜けてたポイントもあんまりみんな、なんだろう、拳を出してはいない気がするんですよね。ここの解釈はですね、お任せします。まあ、5、6、そして最後7、8が7、8と、もう右手で軽レスだけになってます。左手のこれ胸の動きはないんですね。これがテレビバージョンと、これは全日空バージョンとテレビバージョン、まあ、スポンサーの意向がもしかしたらこのダンスの振り付けにも反映されるかもしれないということですね。やはりダンスをビジネスという面から見たとき、以上ですね、サマーマッドネスのサビの前の振り付けの、説明になりました。どうだったでしょうか。はい、もしよかったらですね、サビの部分のですね説明もしているので、そちらも見ていただけたらと思います。はい、あと私ですね、ダンスチャンネルともう一つ、ビデオブログしたり、なんかいろんな遊びをしたりですね、時には、ちょっと悪いことしたりしてるチャンネルもありますので、もしよかったらそちらもですねチェックしてみてください。はい、お、この動画いいじゃん、ヒーラジーってなかなかやるじゃんって思った人はですね、ぜひ Twitter やその他 SNS で、この動画をシェアしていただければと思います。はい、ということで、もしよかったら次回はサビ編でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。